今回は12月2日に発売した、エンドロトルプラッシュの、購入方法や特別なセットアイテムなどを、解説していきたいと思います。概要。メイクシップとのコラボレーションで、ぬいぐるみ化が実現され、過去にキュービープラッシュも発売されています。エンドロトルプラッシュは、コスチュームやペットにもなっている、エンドロトルが元ネタとなっていて、値段は 29.99 ドル、総量 8.99 ドルとなっています。現在のドル円は 142.19 円となっていて、送料込みで約5500円ほどです。購入はこちらのサイトから行え、概要欄にリンクを貼っておきます。配送までの予定はこのような感じで、12月24日、午前4時に販売終了しますので、それまでに購入しないと、二度と入手できません。セット内容。このエンドロトルプラッシュを購入すると、12月31日以降に、メールを通してハイブサーバー内で使える、3つの限定アイテムの引き換えコードが配布されます。ハブタイトル、アバター、エンドロトルバックブリング、という限定アイテムが入手できます。このバックブリングというのは、ハイブに登場する新たなコスメティックで、コスチューム、ハット、バックブリングと、第3のコスメティックとなるものだと思います。おそらく背中につけられるもので、バックパックのようなものです。今回紹介したエンドロトルバックブリングは、一番最初に追加されるバックブリングとなるものです。追加されたら、ハブイベントやゲームのレベルを上げることで入手できる、様々なバックブリングも登場するかもしれません。エンドロトルプラッシュの購入を考えている方は、公式サイトなどから詳細を見ることができるので、こちらも概要欄に貼っておきます。